ブリースボールとは、ノーシュガー、ノーグルテン、ノーアディティブスをコンセプトとする、ドライフルーツや、ナッツなどの自然素材を原料に作られるボール状の菓子で、オーストラリアが発祥である。ブリースボール、日本初上陸のフードジェリーの、ブリースボールヘルシーさから、ギルト、フリー、トリートとも言われる。ナッツや、ドライフルーツなどを用い、動物性食品を使わず加熱もせずに作ることが、できる。 エナジーボールやビューティーボールと呼ばれることもある。オーストラリアから広がり、イギリス、香港などでもヨギー及びヨギーニを中心に食に対する意識が高い人たちが始める。2013年頃より関連記事やレシピなどがウェブ上で出始め手軽に作ることができるギルトフリーとしてインスタグラムをはじめとして世界的な広まりを見せている。 日本でのブリスボールの提唱者はエリカ・アンギャルやサラ・ウィルソンが有名。本場オーストラリアではコーヒーに添えるスイーツとしてカフェで運動前後のエナジーボールとしてスーパーやヘルスストアでヘルシー簡単な手作りお菓子として自宅でなど幅広くたしなまれている。フードジュエリーは日本初のブリスボール専門店である。ブリスボールの種類に 明確なものはない。基本的に何を入れても良い。以下、主に原材料として使われる素材をあげる。大きなボウルにすべての材料を入れて混ぜるスプーンですくって、小さな食べやすいサイズのボウルにする冷蔵庫に入れて、固めるボウルの上に振りかけるべきものがあれば振りかける。ありがとうございます。